プロシュットプロシュットの薄切りプロシュットの下ごしらえ。もも肉に塩をすり込む。出来上がったプロシュットプロシュットプロシュットは、イタリアでは豚のもも肉のハムを表すが、日本などでは特にイタリア産、またはイタリア式の燻製しない生ハムのことを指す。イタリアでは、非加熱のものはプロシュットクルード、加熱したものはプロシュットコットと呼んで区別する。日本では、 プロシュートと呼ばれることもある。名称はイタリア語で、とても乾いたものという意味である。豚のもも肉を塩漬けにした後、乾燥したところに吊るし、熟成させる。自家製のものは、暖炉近くに吊るすことがあるが、意図的な燻蒸は行わない。火を通していない生ハムであるため、近年まで個人が日本に持ち込んで輸入することに、制約があった。 基本的に加熱せずに薄切りにしたものをそのままか、他の食材にあいて食す。イタリア料理では、いろいろな種類のハムの盛り合わせプロシットミストとして、また、生ハムメロンなど、メロンやイチジクに添えて、前菜として供することがある。プロシットを、加熱調理した料理には、サルティンボッカ・アルラ・ロマーナなどがある。以下のものは保護指定原産地表示指定されており、かつ世界的に有名である。 以下のものも保護指定原産地表示指定されている。以下のものは保護指定地域表示指定されている。以下のものは製法が似ているが素材が異なるためプロシュットではない。パンチェッタやグアンチャーレはハムよりもむしろベーコンに似ている。ありがとうございます。